一番今日一緒にキムチを作りたいと思います。今回は、キャあの。白菜を四分の一使います。で、水でよく洗ってます。そして、それを切ります。塩小さじ一を入れて、よく混ぜて、ラップをかけて、半日休ませます。 で半日後にそれをもう一回あの上下を繰り返ししてまたもう半日置いておきます。鍋に四杯水を入れて昆布一枚約二グラムです。これを切って入れます。そこにえっ、ー、と片栗粉小さじ二を入れてよく混ぜます。で塩小さじ大さじです。大さじ一を入れてよく混ぜます。 で私は片栗粉そのまま鍋に入れちゃったんですけど前もってちょっと水でちょっと大さじ水で溶かして入れたほうがいいですねそして、えー、ちょっとあの冷ましますにンチン 90g でそれを切りますでそれを切った後に砂糖大さじ2を入れて混ぜますここで砂糖大さじ2を入れて混ぜてちょっと置いておきますね です。えー、まあ人参と砂糖を混ぜてちょっと置いておきます。先ほどのあの片栗粉の鍋の方に、えっ、ー、と韓国のあの唐辛子を使います。えー、パウダー状と粗挽き状二種類使います。約三十グラムずつ使います。そんなに辛か辛辛くない。見た目は辛そうに見えるんですけど、意外とそうでもないんですね。そして人参を入れて。 ににんにくをするおろし大さじ2そして生姜のするおろし小さじ2を入れてちょっと軽く混ぜますで軽く混ぜたら、えー、とそこでナンプラーを入れます大さじ1ですそしてえー、と私個人的にこちジャ茶大好きです大さじ2入れます よく混ぜます。でここでえっ、ー、とまあ、とりあえず大丈夫です。白菜の方を絞ります。このぐらい白菜からシールが出ましたね。でシールを捨てます。で、えー、今は鶏ガラスープ入れます。普通は韓国だと多分 エビとかイカとかあのサバの汁とかサバとか入れると思うんですけど今回私は鶏がらスープだけ入れますそしてあの、まあ、量があの今回の量に多いのでまた別のキムチも作りたいと思います今回白菜の方にまああの必要このぐらいならいいなと思うぐらいで入れますちょっと量が測れませんでしたでえー、とよく混ぜたら に入れて冷蔵庫で蓋をして3日後に食べます。3日間とりあえずそのまま冷蔵庫置いておきます。多分魚とかエビとか使ってないせいかどうかわからないんですけど、あんあの全然臭くなかったです。気持ち臭さはなく、ちょっとでも味はとっても美味しかったです。あの辛さもちょうどよく甘さもちょうどよく。 結構良かったですねだからキムチの匂いがなかったので、えー、最初心配したんだけどでも味は結構うまかったので多分それは魚とかそういうのが使ってないから3日間蓋をして冷蔵庫に入れますそして3日後に食べるはい、えー、3日後足しましたね一緒に開けてみます私も開けてないのでこんな感じにできてますまあ味見たらもうとっても美味しいです あの初めて作ってみましたけど、とっても美味しいのでこれからも自分で作りたいと思います。はい、金、えー、持ちが出来上がりました。とっても美味しいのでぜひ作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。